萌えよけん監督キャストの皆様です公開おめでとうございます。え皆さんこんにちは。あのー、今日は来ていただきましてありがとうございます。対策を見ていただいた後ということでちょっと疲れがあるぐらいえ濃厚な。 映画を見てていたただけたと思っておりますあの初日というのはやっぱりすごく僕らにとっては大事なもので皆さんから「初日おめでとうございますと」とたくさん声をかけていただける日でもありあの役者同士で「新選組ラインっていうのを持ってるんですけど今日は山並君から朝一番に、えー、舞台挨拶頑張っててくださいと。 あの思いは一つですみたいなことを書いてくれてて、それにみんなが役者さんがこうえみんなでラインにこうメッセージを入れていくっていうこう幸せなあの朝から今こうしてここに立つことができております。あの幸せな一日になりそうです。今日は本当にありがとうございます。岡田さんありがとうございます。皆さんこんにちは、柴笠原幸です。多分今あの。 ご覧になられた皆さんと私も同じ気持ちなんですけど、この映画のあの大ファンになってしまいました。出ている身としてはこんなに嬉しいことはないなと思います。本当に行き着く間もなく映画というか物語が進行していくんですけど、やっぱり1回だけじゃなくて2回3回と見たくなる本当にもうあの緻密な どのカットを切り取っても素晴らしい映画、ずっと連なっているそんな映画だなと思いますそんな映画に出られて本当に幸せですありがとうございます柴崎さんありがとうございます、えー、局長ですあのー、やっと今回迎えられてコロナ禍での延期を経て一番いいタイミングで、えー、公開できたんじゃないかなと思いますたくさんの人からあのいよいよ今週公開だねという あの声をいただいてこんなにこう楽しみに待たれている映画ってそうそうないなと思って、えー、僕自身も興奮していますあのさっき新選組ラインのお話がありましたけれども山並君からそういうメールがラインが来てさすが山並君分かってるなと思ったのがです、ね、主役の土方さんより前に局長って入ってたんですよ。<laughs> 局長土方さん 沖田君んって順番で入っていて感無量でした <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございます皆さん今日は朝早くから劇場に足を運びいただきありがとうございます山田龍介ですいや本当にいよいよこの日が来たなというふうに思っておりますまあ僕自身も本格的な時代劇が初挑戦ということだったので 非常に難しい役どころではあったんですけども本当にスタッフ、えー、キャストの皆様に支えていただき沖田総司を演じきることができました、えー、今日見ていただいたあお客さんにはですね、あのこの「萌えよ剣」の魅力が、えー、十分に伝わったかなというふうに思いますので、えー、今この時代はあの拡散するツールがたくさんありますあのツイッターインスタもう何でもいいので「ハッシュタグ萌えよ剣」いろいろ皆さん拡散してくださいよろしくお願いします今日何か持ってきたんでね えっと、この前あの上野東照宮であの岡田さんとウコン君とかとあの祈願していた時にもらったお守りを持ってきました <laughs> はいあのこれなんかそれを僕に一番に見せに来て今日持ってきちゃいました素晴らしい後輩ですね <laughs> <laughs> ええー、皆様ご覧頂い,いて、えー、お分かりかと思いますが、えー、私がいなければ この新選組はなかったと言っても過言ではない会津藩主松平片森を務めさせていただきました小野尾恵子ですありがとうございます、えー、もう本当にこのようなそうそうたる皆さんを引き連れて私が率いていたかと思うと光栄な思いでいっぱいですそしていよいよ本日初日を迎えたということで興奮と喜びでいっぱいでございます私興奮しております失礼いたしました皆さん今日は 会場に足を運んでくださってありがとうございますき、えー、ほどバックヤードで本当にいいタイミングでえ緊急事態宣言が明けて初日を迎えられるということで本当にえ鈴木君も言ったんですけどいいタイミングでえ皆様にえお見せすることができて幸せだなと思ってたんですけど先ほどあの岡田くんの話と鈴木くんの話にあった新選組の LINE に僕は呼ばれてなかったなと。 まあ、芹沢さんは呼べないですよ。<laughs> ちょっと傷つ,ついたんだなと思って。そのお守りの話するね。敵対する立場ですから。まあ、そうですね。あの、僕が言いたいのは。少しでも客足が伸びてですね。皆さんの力でこの映画がヒットして。また2でお会いできたらなと思ってます。2の時はもっと仲良く会いたい。2は <laughs> ない、ツーはないか。この間おめでとうラインを送ったのに。無視されてました。ね、僕。そうか。はい。<はい S 1> それを言うと。 ゼロになるな。監督です。あのこの光景なんですよ。これをもうクランクインした時から2年半待ってたわけですけど、皆さんも多分そうだと思うんですよね。あの舞台にこうみんなが並ぶっていう。あの、やはりこの初日の観客が100%こう埋まってるっていう。その姿を思い描くことであのかなり大変な撮影でしたけど。 そこに向かって一生懸命あの走ってきたので今日は本当に嬉しいですあのあの江浩君も言ったようにあの僕らおめでとうございますって言われてますけど皆さんにおめでとうございますこれからもよろしくお願いします岡田さんいかがでしょうかこれはね山田君からあ、そうですかなんでですか,でですか変更しましょうか <laughs> いいんですか僕からって何ですか準備はされているんで山田君僕からもうぜひ聞いてもらいたいなるほどご指名ということで、はい、山田さんいいですか そうですね後輩という立場はなかなか難しいものがありますねでも僕はもうお気に入りお気に入りというかその印象に残ってる撮影時のエピソードも含めて思い出だなと思ってるのはあの沖田がこうどん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 弱っていく中土方さんがこう寝ている沖田に対して看病してくれるシーンあるじゃないですかその時に「こう僕の哀悼を目の前に持ってきてください」って土方さんにお願いするシーンがあるんですけど あのその時に使われてた件が「真剣」っていって本物の件なんですよ。それをまあ台本にも目の前に持ってくるっていうふうにとがきで書いてあったんですけどあの目の前って大体これぐらいの距離かなと思ってたんですけどあのこの距離に持ってきました岡田さんが。でそれで震え上がる僕を見てあの岡田さんだけでなく監督も爆笑するというふうに <laughs> シーンがありましてそこはとても僕は印象に残ってるんですけど。 あのシーンこわ怖がってたよねいや,いやそれ怖いですよ <laughs> も,う <laughs> もう岡田さんもすごく名刀だったじゃないですかあの件そういい刀をねいい刀用意していただいてあの撮影する前にこれはいい刀だ岡田さんだから許された撮影だと思いますしまあそうですねありがたいことに <laughs> あの信頼されてんで多分持たせてもらったっていうことですけどねおゆきさんの衣装が青の時があって それはああのー、池田屋から帰ってきた後かな最後かなその時の青の衣装がすごくこう鮮やかで何て言うのかな土方として芝居している上ですごくまぶしかったですよねその青の衣装がすごい似合ってて、はい、それがすごい覚えてますねその衣装をあのプランニングした監督と衣装さんっていうのがすごいなと思いながらあのー。 ずっとこう見ながら歩いててきたのを覚えてますね、はい、そのちょっと高いとこから青い衣装で待っててくれるおゆきさんみたいなのがはい、あの戦いの後との、まあ、血しぶきとの対照的な色でもありますからねそうですね血がたくさんある中その血を見てきた中その青を見た時のなんか安らぎみたいなとかいろいろこう感じることがあって、はい、すごく覚えてますね。 ありがとうございます個人的にはやっぱり芹澤鴨あの糸井出明さんの芹澤鴨が最高にかっこよくて面白くてちょっとなんかそのキュートさもあってなんかあの女性の胸をなんかこう揉みし抱いてるみたいなありましたよねすごい印象に残ってます <laughs> 今までちょっと勉強してきて良かったです <laughs> ね,ねえとか言って <laughs> 局長としては池田屋のシーンですかねあの。 まあ、あの池田屋って実際の池田屋の同じ寸法で作ってあるんですよ実際のものを再現していてあの本番のシーンのはるか前にスタジオでリハーサルっていうのをやったんですよね実際の役者集めて全員木刀を持たされたんですよリハーサルの時にで挨拶もそこそこにあの「これ4人でどうやって勝つか分かんないからやってみて」って言われたんですよね。<laughs> タの音いやあの正確にどう言ったか覚えてないですが木刀を持っていきなりリハーサルで戦ってみてって言われたのが覚えてます木刀じゃないよねああ<れ>空気が入ったやつだよねそうでしたっけそうだよちょっと持っちゃいましたごめんなさい <laughs> <laughs> で最後にあれですよねあの疲れ切ってそうなんですで本当にそのもう相手が二十何人いる中にこっちは長倉君と一緒に飛び込んでいって どうやって勝つんだろうと思ってこうもう無我夢中で戦っていってで多分2分3分ぐらい戦ってたんですよねでそれをビデオで撮ったのも多分残ってると思うんですけどそれがこう23分でももう「ハ、は、イ、い、カット!」って言われて全然ーーしてたんですよそしたら監督が「な疲れるだろ?」って言って「疲れるんだよ」<laughs> なので今までの映画のそのやった後も立ってるみたいなのは 多分多分できないから実際はもうみんな疲れ果ててもう手もこう刀が離れないような状況になっているっていうので出来上がったシーンがあのシーンなのでなかなかああいう池田屋の描き方はすごくリアルだし今までなかったものかなと思ってすすごい思いい思が強いです、まああのー、自分のシーンを絡めてお話しさせていただくと僕も初めて、えーまあ、泣きの芝居っていうのは初めてだった。 天皇から帝から、えー、お手紙をいただいて京都を守ってほしい合図を頼みにしているということを受け止めて改めて土方と沖田を集めて、えー、新選組に改めて京都を守ってほしいというシーンそこは割とあの岡田さんもおっしゃっていただいたとおり、まあ、結構複雑なセリフがありながらの感極まるシーンだったんですけども最初のリハーサルの段階から僕も気持ちをもう本当にそ こに持っていいかないと自分で泣けるのかその気持ちになれるのか結構不安で半信半疑だったんで最初からフルスロットルでいかしていただこうと思った時にまああの岡田さんと山田さんが本当にその自分の気持ちを受け止めてくれる目と目であった時に本気なんだなっていうことを感じてくださったあの空気感っていうのはとても嬉しくってでその時にまあリハーサルだったんで一通り流してっていう中で僕が本気でやらせていただいたのを組んでくださって山あの原田監督も。 ここをちょっと一発で。 っってみようっていうことを言ってくださったのはとても嬉しくてその瞬間の尊い気持ちだったり感謝でいっぱいだったりスタッフさんの皆さんの目だったりとかその空気感がやっぱり映像にも映っているこれがフィルムに残るってことなんだなっていうことをとても思ったのでえ映画に携われてよかったこの作品出させていただいてよかったということを一番感じるシーンです。なののででおお気にに入りりすすあがとうございまま <はい S 2> どどシーンも本当に皆さんっっしゃってまししゃててたけど素晴らしくて で中でもやっぱりあのロケ場所が素晴らしくて<ー>、えー、当時で撮ったんですけど普段参拝者が入れないような場所でそこで清川八郎が演説するんですけどそこでなんか皆さんの,その思惑が動き出す表情がすごく素敵だなと思ってで中でもあの、えっと、唯一僕の古文といえる新見錦役の松門さんの,あの表情がすごく 恐ろしいような感じですごく素晴らしいなと思いましたそ,、ね、そこのシーンが気に入ってます、まあ、日本から世界に売れるものをちゃんと作りたいという夢はずっっと持ってますけどね、はい、本作もそうですねそういうその日本産というか、まあ、若い時から「メイドインジャパン」という曲を歌ってきてるんでそこからですね <laughs> メイドインジャパン。 16歳ぐらいの時あの時からも世界に <laughs> 日本製を世界のに出たいとかじゃなく日本製のものを作ってこれが日本のものですよっていうものを作りたいという思いはずっとやっぱり強くありますよねすあの時からあれは野望を抱えた歌だったんですねですですただすらっと聞いてましたよねあれ野望の歌ですから僕の。<laughs> よろししくお願いしますいサハカでした素晴らしい <laughs> ありがとうございますあの毎日寝てみる夢の方なんですけどなんかあの過去の夢とか未来の夢とかめちゃくちゃ見るんですよで多分私実際これは夢の中じゃなくって実際に昔家で寝てる時に夜覗かれたことがあって隙間からでも誰かわかんないしそれ以上のことはなかったんですけど それからもう10年以上経ってそのシーンが夢に毎回出てくる結構毎回出てきて覗いてたのは私だったんですよだから時間を超えて自分に会いに行ってるみたいななんかタイムリープ的なだからでもまだその,あの実体験はないわけですよ私が何かどっかを覗いてるみたいな自分を見てるみたいなこれから未来あるのかなと思ってそれを待ち遠しく思ってます ホラー映画になりそうなねあるかもしれないですよね <うん S 2> 何十年後かにね,ね未来どんな未来があるか分かんないですからねバナナをお腹いっぱい食べたいっていう夢は <laughs> 食べれるでしょ食べれるよ <ねえ S 1> 今でも食べれるいや食べられないですってただ大人になるとなぜかバナナだけでお腹いっぱいにしなくてもいいんじゃないかって思って。<laughs> <laughs> しまってまだ実現できてないんですよ。っていう話です。<laughs> 夢はね、<夢は S 2> 残しておいた方がいいですからね。<あー S 2> 夢は夢ははいまだ実現してない夢です。それは実現させない方がいいんですかね。なんかある方がいいんですかね。やっぱり夢って追い続けてた方が生きがいになるので、これからも追い続けようかなと思います。<laughs> バナナをぶら下げながら。バナナぶら下げはい。メイドインフィリピンで。 <laughs> <laughs> すみませんよあれ歌ってましたっけメイドインフィリピン歌あ10代の頃ですあまり夢とか目標を持つのが得意じゃなくて昔から,から小さい頃はサッカーやってたんでプロサッカー選手になりたいとかそういうのあったんですけどこの世界に入ってなんか夢とか目標を持ってしまうとそっちにしか向かわなくなってしまいそうな性格なのでなんか。 とりあえず、目の前のことを本当に。自分ができる限り一生懸命やるっていうのを掲げながら。生きているので。あんまりちょっと、すみません、語れるものがなくて、すみません、なんか申し訳ない空気にさせてしまう。ざっくり。小さい。小さいやつですか。ああ、でも。小さい、小さい、大きいかもしれないですけど。エマワトソンに会いたいです。あるじゃんこれはあります。あるじゃない。あるじゃない。あるじゃない。いやいや、学校。いやいや、こんな大きな場所で。 それを言っていいののかるかもしれない。うんはい、こういうのは、ね、言っといた方がいいですからね。えまあとそに会いたいです。<laughs> <laughs> の歌舞伎の演目の鏡がみという,う舞踊があるんですけども、その演目を歌舞伎の公演でさせていただきたいというのがあ長年の夢で、今でも追い続けている夢なんですけども、まあ実はその裏であの映画に出たいっていう夢を。 を抱いてておりまして、えー、まあ僕の祖父の鶴田浩二があまあ映画俳優で、えー、やはり映画に対しての興味というのを僕も持っていたので、まあ、時代劇に出させていただきたいとかそういう思いというのが10代の頃からずっとあったのでそういう意味ではこんな素敵な作品が僕も初めての映画出演作で、えー、このような本当に素晴らしい皆様とご一緒させていただけて一つ夢は叶ってしまったなというのが正直なところなんですけども本当に皆さんにこれを見ていただいて今日この 本当に原田監督をはじめスタッフの皆さん映画に関わった皆さんのおかげで本当にこの夢の実現が自分ではできたことを大いに喜んでいる次第なのでこれからまた新たな夢に向かって走っていきたいなと思っていますありがとうございますちっちゃい頃自分はあの好奇心旺盛でいろんなものに興味があっていろんなものになりたかったんですけど、まあ、今振り返ってみたら小学校の時に見た「とんこ」という映画で。 西田敏行さんが馬に乗って甲冑着て暴れ回る姿を見てあこういうのになりたいって最近思い出してあ俺役者にななりたたたかったんだみたいなで今回はあの岡田准一さんという素晴らしい俳優とご一緒させていただいてなんか岡田さんの俳優への覚悟だったり誇りだったりのをこう見た気がして自分もこういういい俳優になりたいなっていういい俳優っていうのを 追いいかけたいなと思って思あのまあ少しでもこの映画が本当にヒットしてヒットといえるものになって2があったらまた呼んでいただきたいなと思ってます <laughs> ありがとうございました 2>, 2こだわってますね <laughs> めっちゃ怖いちょっとやり直したらコミュニケーション取るところから <laughs> 1回やりたいな次は LINE に入れてもらいたいなと2の話がいろいろ出てますけどあ,あると思うんですよね あのこの先のトゥーじゃなくて「新鮮組結風録」っていうのを柴先生書いてますからこの作品が例えば40億とか50億とか超えてもバーンとヒットするともう一回みんなを生き返らせようというだからそのためにぜひ応援してくださいあのそれくらいねみんなの熱量はすごくあるのであのまだあと10年ぐらいはこの年のまま演じることができると思うので。 えー、本当に長い目でこの新選組ひじか太一かあの今度曲調いか新選組のみんなと付き合っていきたいと思ってます。いますこれからも応援してください。よろしくお願いします。こういうこう本格時代劇タフな時代劇というのはまあ今なかなか作られづらいあの時代になっておりまして、えー、でもこういう作品がきっとあのー、ヒットしてくださってこう外のあのー 日本のものだと日本産だというもので世界に認められるものに、えー、なってほしいなという願いを込めてあの現場に臨んでおります、えー、きっと、あのー、こういう、うん、作品がたくさんの方に、えー、見たいなと思ってもいただけるように皆さんもぜひ協力していただいてあの感想などをいろんなところにあの広めていただけたら嬉しいなと思っております。えー、よろしししくお願いいいままますすあありりががととううごござざさんた 村のバラガキ侍になる夢を見てたっけよ動乱の幕末にわずか6年だけ存在した新選組全て切り捨てる木組でいく私が先頭でいきます勝てるわけがないと誰もが言ったそれでも未来を諦めなかった新選組副長土方燃えよ剣